オッパウ大爆発は1921年9月21日にドイツ南西部の町オッパウで当時創業していたバスフ社の化学薬品工場で発生した爆発事故である。当時のオッパウはドイツ南西部ルートビヒスハーフェン近郊に位置する小さな町であった。現在ではルートビヒスハーフェンの一部となっている。1913年 化学薬品会社バーディシェアニリムントソーダファブリーク社はこの町にハーバーボッシュ法を用いたアンモニア製造工場を作った。ハーバーボッシュ法は空中の窒素と水素を高温高圧で触媒を使って反応させてアンモニアを作り出す方法でそれから硝酸を作り出した。硝酸は火薬の原材料でありまた硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウムを混合すれば 肥料にもなる。第一次世界大戦当時、この工場ではアンモニアが1日に約40トン、生産されており、約4500トンの流暢やスコン製肥料復縁が、サイロ110と呼ばれていた、貯蔵庫に蓄えられていた。このサイロは、半地下式であり、全長60メートル、幅30メートル、高さ20メートル、地下部分の深さ4メートルであった。破壊された。 工場近隣の住宅1921年9月21日の朝7時29分と31分の2回にわたり、この工場で大爆発が起こった。サイロに貯蔵されている流氷やスコン製肥料は、吸出して固化しており、その一部を出荷するために、ダイナマイトで発破して崩す作業をした際、流氷やスコン製肥料が起爆してしまい、大惨事となったものである。この発作業は、 以前から監視下で行われており、大爆発が起こったこの日までに約3万回無事故で行われてきた。目撃者の証言によれば、最初に小規模な爆発があり、続いて大規模な爆発が起きたとしている。この証言を裏付けるように、オッパウから約 250km 離れたシュトゥットガルトの地震観測記録では、引き続いて起こった2回の顕著な振動が捉えられている。 爆心地には、長径125メートル、短径90メートル、深さ20メートルのクレーターが残された。クレーターが扁平なのは、サイロの地下部分が扁平であったことが理由である、可能性がある。この大爆発で、工場の従業員など509人が死亡し、160人が行方不明となった。工場と近くの1000の家屋のうち約70%が破壊され、 1952人が負傷した。オッパウから約2 2トル離れたハイデルベルクでは、最初にどの爆発による地震が感じられ、ついで82秒経って爆風が吹きつけて、窓や戸を壊し、ガスタンク、石油タンクや川に浮かぶ橋家などに被害を与え、爆音と地震は2 3 0トル離れたバイロイトでも観測された。 工場の立地点には巨大な爆発口だけが残された。その後の調査で約4500トンの流氷コン性肥料すべてが爆発したわけではなく、専門家によれば約 10%450 トン程度の爆発であったと推定されている。一方、爆発の規模は TNT 火薬で1から2キロトン程度という推定もあり、 内部エネルギーから考えて450トンの流氷やスコン製肥料でこの爆発力を達成することは不可能であるため推定に矛盾が生じている。また、検証ではこの復煙を爆発させることは非常に困難なことが判明しており、普通の爆発の試験法では爆発しないと判断される物質が非常に大量の場合には爆発することもあることを示す事例であると、 解釈されている。ありがとうございます。